さあ今週も始まりましたザヒット嘘引きみこです。よろしくお願いします。そして今週も先週引き続きまして菊本都心プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回はですね、奈良県の池原ダムのですね兆候の前半部分を見てもらいました。はい、はい、ですね朝のローライトの、はい、まだ涼しかった時間帯に、はい、クローラーウェイトでこれはまあまあ結構いいのが2つ出た。見応えございましたよ。見てて楽しかったですもんね、あれは。僕も楽しかった。さあ今週まだこれ期待するのかどうなのね。はい、じゃあ行きましょう。それでは VTR どうぞ。それとこれあかんです、これあかんです、あかん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 って。よし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 、うん、バレんバレんかったわ。いや立派なサイズやった。あ、これ、あ、これ、これバレるやつ、これバレるやつ、これ一個や、削、お尻の針一個やもん。ごめん、ずっとしました、バレちゃったから。よかったね、昼寝できるかもしれませんね。ありがとう。暑いだ、これ。かげ場がどんどんなくなってきて、あそこのレーダーに絶対おるもんね。おったおったおった、失敗した。ちょっと戻るわ、超失敗したわ。見られたかもしれない、目がギョロッとこっち向けた一瞬。いったいった、抜けたわ、ワームが。一撃が足りない。でかいで、ごちそうかったよ、日本おったわ、日本になったわ。岸向いてるやつがもう一撃やからね。視界に入れへんの角度で岸に乗してツルツルン、チョボンって落としたら、バカーンって行きよんね、すごい。それは汗そくなったからな、まあ、でかかったよな。もうちょっと、そろそろクローラー君から切り替えの時間になってるのかもしれない。あんまり大したことないですね。でもまあまあ勢いでほらめちゃくちゃ行くな。よう引きましたますね。1、2、3、はい、3番ですね、はい、うん、ブラインドでしたけどね、尖ったとこにいましたね。尖ったとこに。ありがとう。ちょっと下りながらね、行きしなくローラーベッドほとんどやったんで、下りながらちょっと再度します。あっこはおると思うんですよ、あの岬、はい、あの岬ね、はい、もう今もうバス見えてるし、遠目に。ほんまですか、うん、はい、でスピードそれできましたわ。これ待ち受けるわ。うわー、お経できよったのこいつかなんな。なんでお経言うかな、待ち受けられへんわねったら。一匹いきますね、ちょっと狙ってみようか。あいつ行くんちゃうかな。賢いな。これはどういう状況でしょうか。見えてるバスにあのルアーをプレゼンしたんですけれども、あの行きそうで反応したんですけど行かないなみたいな。行かないですね、はい。あ、糸見てやめたかな、糸見てやめたかもしれない。賢いやん君、めちゃめちゃ。あの糸見てやめたということですけど、まだ狙ってますよねこれ、はい、そうですね、もう人我慢したらひょっとしたらバイトするんじゃないかなということで、じっと我慢の子でしたね。コンクラベーテン
むちゃくちゃ走るで。出たんちゃいますね。いや、まあまあ。パワーあんな、わすな、夏はわすな。そのとこ行ったかって。あ、ちょっと深いの、金が。多分、魚、ボディで釣れてるんで。まあまあ引くな。よう引くわ。きれいな魚ですわ。ファイターか。よっしゃ、待機レングになって食いましたね。反応せえへんなと思ってずっと止めてたらワスが見えへんくなって、多分我慢しきれんくなって襲いましたね。綺麗な、綺麗な魚、ほんまに。うん、ちょっとでもまだね、青臭いですね。うん、さくった魚やな。今日一かな。いや、ちょっとそういう時間やもんね、今しのぶ時間です。こうインサイドの岬になって、ここでキュッてアウトベンドになって、ここ絞れてる場所のアウトベンドのとんがってるとこやから、たまりますよね、やっぱり。あのまた前半でなんですけどね、はい、あの日が昇ってきてやっぱりスローな展開変えていくってことですね。そうですね、だんだん明るくなってきて、はい、あ、まあ、トップクローラーベッドきついかなっていう感じなんで、はい、地形を見て、あの目で見るサイドフィッシングのフィナンスや釣りに切り替えてますね。まあ、とりあえずその中でも水通しのことを狙っていくという。そうですね、あの大曲がりにある岬とか、はい、魚が止まりそうなところを中心に見てるっていう。あの今それおっしゃいましたよ、最後の魚なんか止まるやろなおっしゃいながら、はい、相当粘っておられましたよ。やっぱあれぐらい粘らんのことには魚見えて、はい、あの食うかなと思ってけど躊躇したんで、はい、あ、これもう無理かなと思ったんですけど、もう一我慢しようかな、はい、でじっと我慢の止めでしたね、はい、これついトゥントゥンだなんていうことをそれやりがちなんですけどそれやると、あ、人が動かしてるなみたいな感じでマスが見切るっていう感じなんで、もう一我慢が重要です。どちらが我慢できるか、まさに我慢比べ。我慢比べですね。さあ後半がどうなのかって話ですね。この辺そこ入って休憩しますからね。ちょっともっと奥行こうか。おっとそこおるわ。釣ろうか。うん、この水入ったらあかんて。岸分、もう救うわ。うん、昼飯前のリミットメイクガリ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 の人やったわ。お腹減ってたわ。ごめんね、つってもらって食いたそうにおったんでピッて投げたらプルプルプルって言ってパクッキューンって言ったんで5本目。うん、ありがとう。お腹減ってないあー涼しい。また出たのよ。もううわ、食ったわ。ジェイジェイ見ろ、今ジェイジェイしょうもないこと言う、しょうもないこと言う、食うたわ。ジェイジェイ見ろ、初フィッシャーで。うわ、これ釣れるやん、むちゃ初めて投げたのに、真面目じゃなかったな。あ、6本目や簡単に食べた。ジェイジェイフィッシュおったね。おらん思てたら飯食おう思っただけやのに、おりました。暗いとこで
休憩しようと思ったら釣れたからね、2本、はい、休憩後はどうでしょう。あらと当たった。てか出てきて、うわー、船やめたわ。でっかいな、あいつ。めっちゃでかかったわ。シャブラですよ。あ、出てけんよ、シャブラですよ、出てけんね。なんやろ。あ、こんだけ入れたらダメか。あ、失敗したな。こんなとこにデカがおってんや、寝てるとこで。あれ、岸行ったら食うかもしれない。ちょっと追っかけるわ。俺とかも覚えたんだ。結構、あの奥からだいぶ動いたな、あなたかな。うせやん。食う勢いでしたよ、今。今出方。これ、どつもハマって面白いけどな。分かってみて自分で。違う魚とリンクしたら食う魚なんじゃかなとか思ったりしてる。ポンね、こんな。あれ食うんちゃうか。行くわ、これ。これ違うやつが食うとまだこれ多分。今半のやったら食うんちゃうかな。食えんか。さすが昼間、あ、食ったわ。違うのが食ったわ。違うけど、まあまあやで。よう引くな、このバスな、むちゃむちゃ。熱っ。よう引いたけど、こいつ全然ちゃうやつが。岩盤の下見えたね、あのえぐれにね。ブリブリ、うん、ブリブリさんやな。うん、若い。また若いです、姿が。何本目か分からなくなってきた。6か7か7か。いや、バスか。あ、コーヒーか。バスとコーヒーなんかよう分からん。今のジャークで食わしたね。初めて動かしトリックした。あ、バレたわ。しゃあないね。あかん、雑になってきた。雑やな、ちょっと。なんかな、見つけて投げないと。これむやみに投げたら何釣れるかわからん状態になるんです。もう釣れるわ、これヌードルやってたら。多分上流見た気もあるけど、戻るわ。インサイダーベンド。おるおる、おるわ。あそこ。こっち気づかれた。今、惰性で当たってもガス回遊してましたね、今。45ぐらい。ここと水が、色がちゃいますもんね、ここと。こっちで、ね、全然ね、ジンクリアウォーターやね。ここおるわ、ちょっとしばらく。うわ、群れておるわ。1、2、3、4、5、6、7。降りたわ、全部。全部降りた。
僕のヌードルを蒸しておりましたね。食った。ああ抜けた、薄いや、もうやめてもう。あれ集団で狩りしてましたね。ベイトはいっぱいいますけどね。追われてる小魚が小さいね。でもね、それがあかんよね。あれ、あっこもおんな。魚見えんけど、あの水面を泳ぐ波紋で群れが定期的に来るようになりましたね。風が吹いたらバーッと動きよると思うんですよ。いつもそうなんで、こう置いといたら絶対発見して食うと思うんだけどね。通ると思うんですよ。通るはずない。いや、でかない。よく引けよく引くんですけど、待ち伏せでしたね。よいよいしょ。何者かわからんくなったわ。ハチでしたっけ。はい、ハチを、はい、上がってこなくなった。だんだんあのゴミより上がってけへん奴らになれるとは。どんどん下っていってるもんね。クリアのラインがね、冷たいラインが だいぶ下に行きましたわ。だから船固定してもなかなか魚が上がってけへんので、下ろか。ちょっと夕方のな感じになってきたから、やっぱり日中はだいぶきついですね、こんだけ暑かったら。面白いからやってまうな。出へんくてもなんか出るんちゃうかって思ってまうやん。なんか ここはもうフィーリングバイト、ね、おっしゃ。バレんといて。距離遠いから。これ大丈夫なんか、大丈夫か、はい、ダブルか、ダブルなんか、うわ、でかいな。ちょっと雨すくうわ。こらおったなやな、ゴン三郎や。ほら、ゴンちゃん出た。ゴンちゃん、これゴン三郎やろ。あ、余裕ゴン三郎、余裕ゴンちゃんですね。出ましたな。はい、でかいスイキャラのカムさん、ありがとう、ありがとうございます。おったな。まさにドラマチックですね。最後は特大ゴンのやつで締めるという。あの、いい出方しましたね。はい、はい、すごかったです。よかったです。はい、では今回のヒットルアーのご紹介、まずはこちら、はい、ボーアモヌードル8インチです。はい、8インチ、あの奥の人ネコリグ使うんですけども、あの、僕はオフセットのネイルリグですね、はい、ここにネイルシンカー、軽いネイルリグ入れてつけます、はい、あの一番いいのは根掛かりが極端に少ないっていうことですね。なるほど、はい、で結構あの一発で吸い込むことが多いんで、そのフッキングミスが少ないです。なるほど、そういう使い方もあるということで、はい、そしてこちら、JJ ミノーです。はい、モードの清水森蔵作のルアーなんですけども、はい、ただ巻きだけで魚が吹っ飛んできて食いましたね。ありがたいルアー、素晴らしいです。これは素晴らしいですね、はい、そして最後、僕はこれ今回もぞ気になりましたね、はい、まだプロトですけれども、はい、こちらクローラーベイトです。はい、クローラーベイトはあのね、前も言いましたけど、僕もクローラーベイトこのジャンルの初心者なんで、はい、あのいろいろ研究開発してます、はい、で、あの行くためにいろいろなパーツとかちょこちょこいじったりして、僕の
僕とともにアップデートされてるって感じですね。なるほど、ね、聞いたそのアップデートのたびに大きな差が出てるっていうことですよね、はい、まあ早く発売されるのを待っております、はい、そしてこちら最後あのお聞きしたいのはまた側でねこう待ち伏せるときにですねこう水温の境目で魚の居場所が変わっていくということですけど、そうですね、あの分かりやすいのはクリアなとこと、ま、濁ってるところで、はいはい、あの流木とかゴミ溜りがたくさんあって、でその差が温度が劇的に変わると思うんですね。なるほど、でそういう層がやっぱり、時系列でどん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 変わっていくんで、はい、魚の付き場も変わっていくっていうことを覚えておいてもらったら、はい、リザーバーとかはより魚見つけやすいかなと思いますね。なるほど、あそこにゴミがあるから、はい、あの辺かな、なんかそういうことを入れておくとね、はい、あと、まあ、今回は今日、まあ、風習ですけど、まあ、ちょっと待つという辛抱するということも、まあね、大事ですね。そういうとこ辛抱は大事ですね、はい、やたらめったら投げるよりもちょっと待って観察する方が大事です。なるほど、勉強になったな。はい、いいと思います。さて今回のポイントはこれでしょう。日中はライトリグで耐えて夕方チャンスを待つですね。もう今回本当に両極端な釣りって感じで、そうですね、はい、すごく暑かったので、はい、朝夕は強気のクローラーベイトの特に釣り、はい、で日中は、まあ、クリアだったということもあって、魚を見つけて、ヌードルの、サイトでしのぐっていう攻めがうまくできましたね。なるほど、はい、これから、まあ、季節が進みますとどんな風にリザーバーは、そうですね、だんだん気温も下がってくるので、トップを使う時間、巻くのを使う時間が長くなるという感じですね。さて今回2週にわたりまして池原ダムの情報いかがでしたですか。楽しかったですね、はい、見てる方も楽しかったです。はい、はいはい、できたら記録9の60釣りたいです、ね、時間お願いします、はいはい、さて来週は清水盛蔵プロの登場です。なんと番組では初の場所、三重県の君ヶ野ダムというところに挑戦でございますね。今日ところこちらの君ヶ野ダムという、僕も行ったことないんですよね。ないですか。近いのにね、はいはい、もうとにかく初の場所ですから、どんな釣りを展開されるのか僕は楽しみですけど、さあ出るのかなと思いますが、来週までさようなら。今回は三重県の君ヶ野ダムっていうところに行ってます。起きた、よしよし、何が来た、よし、あ、もう逃げおったわ。